正直将棋。それは互いに際どい質問を打ち込み、高性能の嘘発見器によって相手の嘘を暴くという恐怖の心理ゲームである。正直将棋ファンの皆さん、こんばんは。司会のさだまさきでございます。アイドルは普段ですね、こうテレビの前でこう可愛くぶったりね、いい部分しか見せないんですけども、腹の底では何を考えてるか分かりません。そこで今日はですね、その腹の真っ暗な部分を全部出してもらおうかなと。先生よろしくお願いします。よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。先生、ちなみにこの嘘発見器というのは、この嘘を見抜く確率というのはこれどれほどあるんですかね。正常な方でしたら 99%、はい、99%、 ほぼ 100% ですね。みゆきさんどうですか、このメンバーとこう楽屋でこうやって話してると。楽屋で接してる分、うん、テレビを見てると、お前って思うところ、ね、視聴者の皆さんにも、ぜひアイドルの裏を知っていただきたいと思います、なるほど、よろしくお願いします。そして、三度の飯より、嘘が、大好き大嘘清人さんです。私、篠田麻里子とできてます。お大嘘さん、いきなり嘘がきましたね。1回戦の対局者をご紹介いたしましょう。先手、何事にも動じない魅惑のポーカーフェイス、篠田麻里子。後手、年上メンバーにも突っかかる反抗期娘、宮崎美穂。指に嘘発見器を装着したところで、まずは両者が考えてきた質問をご覧いただこう。篠田さんはですね、何番ぐらいが1は、結構思ってると思いますね。あ、なるほど、はい、他は宮崎なんか自信過剰の宮崎さんですから、4ぐあたりが結構思ってるんじゃないかと。マジっすか、はい、あ、まずは先手篠田さんから参りましょう。さあ、何番のメニューからね。この10個の質問の中から選ぶ篠田の第一手は何番ですかね。おっと、7番から行く、7番ですか。それではお願いします。 AKB でそろそろセンターで歌ってみたい。いいえ。いきなり超えた、いきなり超えましたね。やっぱりね、はい、そろそろね、はい、センターで歌ってみたいっていう願望が全面出てますからね。はぁ、と言われてますけど、宮崎センターで歌ってみたいです。そこ認めちゃうんですね。歌ってますね。正直者ですね。さあ、続いては後手、宮崎ですね、はい、まずここで一本取っ、続いて宮崎の第一手は決めました。4枚いきますか。まあ、思ってると思いますよ。あ、そうですか、はい、あ、じゃあ1本取れると。正直自分は AKB1 スタイルがいいと思っている。いいえ。1本超えましたね。早かった。いいと言った瞬間に超えました。思ってるってことなんですね。ここは一本取っておかないとという。確実に、これはもう確実にと思っていました、はい、ね、自分でも。はい、篠田さん、これ思ってるんですか。ぶっちゃけ思ってますね。うわっ、まあ、そうでしょう。マジっすか。さあ、続いて先手篠田さんからいきましょう。続いて篠田、同じチームのメンバーに関するこの一手。さあ、6番。おと思います、この思いは。あ、マジっすか。正直高橋みなみは絡みづらい。いいえ。おお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 嫌そうな顔をしないんだけど、はいはいはい、結構内心嫌だなっていう。最近大丈夫かなってちょっと心配したんで、滑りそうな時に妙に絡むみたいな。うわー、そういうことじゃないですか。そうなんですけど、はい、でも楽しいですよね。いいやつだな。すごい楽しいです。じゃあ続いて、後手宮崎。続いて宮崎、23歳の篠田にこの一手。7番。スタイルが一番いいで反応したわけですから、自分に自信があるということで、結構セーフなんじゃないかな。最近制服を着るのが
しんどい。いいえ。耐えました、セーフですね、ギリギリ耐えました。際どいですよね、この質問は。際どいですね。皆さん、この質問はもし、うん、篠田さんが、うん、こう自分の年齢を気にしてるんだったら、うん、最近しんどいんや、みたいな。宮崎は全然そんなことないでしょ、制服。あ、制服、はい。全然ね、はい、うん。その年になった私だったら着ないなと。まあ、簡単に言うとそう。先手、篠田さん、行きましょう。耐えましたからね、ギリギリ。続いて宮崎がいつも一緒にいる仲良しメンバーに関するこの一手。お、何番ですか、これは。10番。普段は仲がいいので、あ、この人たちとちょっとこれで反応してしまうと怖い部分があるので、うん、あー、前ですか。そうです。自分と同い年である渡辺と小野はぶっちゃけ子供だ。いいえ。どうしましたのか。あの、言いたいことがある。弁解しよう。はい、弁解しましょう。いいですか。実際、子供なんですよ、私たちは。大人じゃないんですよ。あの、2人を子供だと思ってあげてなくて、うん、私含め、みんなで子供だよっていう。なるほど、アウト。出ました、大嘘さんの、なるほど、アウト。ダメでございます。さあ、大手かかりましたね。さあ、続いて後手、宮崎、巻き返してるでしょうか。これ峯岸さんだとこれ何番ぐらいがいいかと思います。まあ、ここら辺でちょっとリアルに6を。リアル。ああ、これちょっと僕も聞いてみたい部分ありますね。わ、かりました。来ました、6番。ここだけの話、実は共演者に口説かれたことがある。いいえ。おっと、1本超えましたね。1本。ちょっと篠田さん、篠田さん、ないですよ。マジっすか。これ壊れちゃいましたね。ちょっと待ってください、はい、なんすか、何その目。反応しましたよ。先生、これ絶対ありますよね、これね。まあ、気になってることではありますね。どういうことですか。口説かれたいと、口説かれたいと思ってたりしても反応するってことですか。です、ね、はい、なるほど、スタイルがいいパターンか。スタイルパターン ね、じゃあこれで宮崎にも大手がかかりました、はい、おー、やばい。これで決めてやる。大事ですね。やっぱ最後はこれしかないかなと。おー、あ、決めてました。さあ、何番だ。8番。これどうですか、峯岸さん。嫌ですか。嫌ですね。ああ、そうですか。正直ソロデビューはしたいが、大堀めしべのような色物は嫌だ。いいえ。おー、いいんだ。セーフです。すごい、歌えました。全然水着とかなって歌えます。水着ですか。はい、股関節脱臼できます。いや、感じはあるもんね、ミオね。うんって言っときます、ね、はい、うん。もう言わせてるじゃないですか、あなた。続いて後手、はい、宮崎、もうここで決めとかんと、はい、さあ、2番。これで揺れたらいいかな、はい、なるほどね。なるほど。自分が出演してる CM を録画して家で何度も見ている。いいえ。超えました、宮崎の勝ち。勝者、宮崎美穂。いやー、見てるんですか、篠田さん。いや、録画しては見ないですけど、なんか流れると見ちゃいます。かわいい。